ジェードの言った通りにうまく近くの振動を止められたら、みんな助けられるな。ようやく糸口が見えてきたな。ですわね。崩落や正気による危機を脱することができれば、あとはキムラスかマルクと両国の問題を解決するのみですわね。ナタリアにとってはそっちを解決する方が大変なんじゃないか。正直わかりませんわ。まあまあ、両国は今や戦争状態じゃないんだし、その件は後にしようや。そうだな。とりあえずヘンケンっていう研究者を探そう。はん、ティア、何見てるの？は？あ、今なんか隠した。ダメよ、見ないで。いいじゃん、何隠したのっと。あ、ブウサギのぬいぐるみ。違うの。たまたまベルケンドのお店で見かけて、別に可愛いなって思ったわけじゃないの。そう、ただ、アニス、内緒にして。アニスちゃんは秘密を守るいい子だよ。私、シフォンケーキが食べたいな。お店を見つけたら、おごるわ。ティア大好き。
理事たちに内密で仕事を受けろというのか？お断りだ。知事はともかく、ここの責任者はオラクル騎士団のディストよ。バレたら何をされるか。へえ、それじゃあこの禁書の復元はシェリダンのイエモンたちに任せるか。な、何？冗談じゃないわ。またタマラたちが創世歴時代の王機関を横取りするの？よし、こうなったらその仕事とやら引き受けてやろうじゃないか。なになに、なんでおじいさんたち、イエモンさんたちを目の敵にしてんの？イエモンと私たちは王立大学院時代から音機関研究で争ってる競争相手なの。俺たちベルケンドイ組はイエモンたちシェリダンめぐみに99勝99敗、これ以上負けてたまるか。おいガイ、お前これ知ってたのか？音機関好きの間では有名なんだよ、イグミとメグミの対立。しかし俺たちだけではディストに情報が漏れるかもしれない。知事も抱き込んだ方がいいだろう。でも私たちは知事に追われる立場です。大丈夫、知事の説得は私たちに任せてちょうだい。よし、行くぞ、キャッシー。行ってしまいましたわ。やれやれ、では作戦の説明は知事の前で行いましょう。私はファブレ公爵のご命令通りルーク様とナタリア殿下を探しているが見つからない。それだけです。よろしいですな。よく言う、禁書の内容に興味津々だったくせに。結構です。では簡単に今までのことをご説明いたしましょう。さあガイ。俺かよ。まあいいや。なるほど、大変な話だ。にわかには信じがたい。何言ってるの？現にルグニカ大陸が消滅してるじゃない。まずは近くの振動周波数を計測する必要があるな。近くの振動周波数ってどうやって調べるんだ？パッセージリングからセフィロトツリーへ計測装置を入れればわかると思います。ですからまだ降下していない外郭大地のセフィロトへ行く必要がありますね。シュレーの丘もザオ遺跡もこれほどですの。ユリアシティでおじい様に聞きましょうか。クリフォトに行くのならアルビオールの飛行機能を取り戻さなければいけませんわね。そうか、今は飛べないんだったな。どうする、ユリアロードを使うか？だったらダートに行こうよ。もしかしたらイオン様がセフィロトの場所を知ってるかもだし。そうだな、どの道セフィロトの入り口はダート式封じで封印されてるんだ。計測装置に関してはこちらで復元しておく。頼むぜ。その間に俺たちはダートへ行こう。今スピノザが逃げていったぞ。スピノザが何をしていたんだ？
今の話を立ち聞きして通報しようとしているのでは。スピノザはそんな男じゃないわ。人は見かけによりませんよ。何か聞かれては困る話をしていたのか。ファブレ公爵やバンには内密で禁書の恩期間を復元させるんですのよ。その間に俺たちはイオンを連れてくるんだ。とにかくスピノザを捕まえておけばいいんだな。俺が奴を探しておく。アッシュ、私たちに協力してくださいますのね。それなら一緒にスピノザを探そうぜ。勘違いするな。俺もスピノザには聞きたいことがある。そのついでに手伝ってやるだけだ。お前たちとレプリカ野郎と慣れ合うつもりはない。何言ってんだよ。どこに逃げたかわからないんだぜ。それに乗り物だって必要だろ。黙れ。お前たちはさっさとイオンを。くぅ、頭きた。あいつより先にスピノザを見つけてやる。そんな風に言うのはおやめなさい。今の子、イエモンの若い頃に似てるわ。きっと本当は一人で寂しいのよ。ふん、なおさら行きつかん。いいか、ルーク、スピノザは船で国外へ逃亡するはずだ。あいつより先に見つけるんだぞ。当然。言っておくけれど、イオン様を連れてくることの方が大事よ。うるせえな。ダートに行くついでにちょっと他の町に立ち寄って調べる分にはいいだろう。やれやれ、変なところで負けず嫌いですね。アッシュのやつ、いちいちムカつく。何を言っていますの。協力してくれているというのに。協力するんなら一緒に行けばいいじゃねえか。こっちから誘ってやったのに。まあそれはそうですけれど。絶対あいつより先にスピノザを見つけてやる。行くぞナタリア。変なところで意地になるところはそっくりですのね。今度はモースたちに捕まらないようにしないとな。モースはきっとまだバチカルにいるはずですわ。そうですね。でも六人将がここに残っているかもしれません。気を引き締めていきましょう。ごめん、パパ、ママ。ん？パパ、パパって言ったか？たちに聞けば六人称がどうしてるかわかるかもなって。そうか、アニスの親はここに住み込んでるんだったな。よし、話を聞いてみよう。やあ、アニス、聞いたよ。イオン様からお仕事を命じられて頑張っているそうじゃないか。パパ、ママ、六人称のやつらどうしてるか知ってる？まあまあまあ、そんな言い方よくないわよ。あ、ぶアニス、膨れっ面しちゃダメだぞ。そんなことより六人称とか大英士モースは何してんの？モース様とラルゴ様、ディスト様はキムラスカのバチカルに行かれたよ。リグレット様はベルケンドを視察中よ。シンク様はラジエイトゲートに向かわれたな。アリエッタ様はアブソーブゲートからこちらに戻られるって連絡があったわ。お、ちょうどもぬけの殻だな。今のうちにイオン様を連れ出しましょう。そうですわね。イオン様はどちらにおいでですか。
先ほどまで図書室においででしたけど、そろそろお部屋に戻られるお時間だと思いますよ。よし、イオンに会いに行こうぜ。皆さん、ご無事でしたか？イオンがアッシュをよこしてくれたおかげでな。いえ、アッシュが迅速に動いてくれたからですよ。ところで、なぜまたここに戻ってきたんですか？イオン様の力が必要なんですよ。詳しい説明はガイがします。また俺ですか？近くの振動周波数測定ですか？僕が知っているセフィロトというと、アブソーブゲートとラジエートゲートですね。そこならすでにダート式封じを解放させられました。そこはプラネットストームの発生地点と収束地点ですから、計測には適さないでしょう。じゃあどうするんだ？ユリアシティで話を聞くなら、ユリアロードを使うか、飛行布石を取り戻さないと。残念ですが、飛行布石はディストが持ち去ってしまったようです。困りましたわね。他にセフィロトの場所は知りませんの？確証はありませんが、タルタロスでリグレットがこんなことを言っていました。橋が落ちているから、タタル渓谷のセフィロトは後回しだとか。そういえば、確かにイスパニア半島にもセフィロトがあるって勉強したな。タタル渓谷にはフォンスロットに群生しやすいセレニアの花も咲いていたわ。行く価値はあると思います。ただそこはまだダート式封じを解いていません。僕がここですべきことは終わりましたから、皆さんにご協力しますよ。助かるよ、一緒に行こう。そこない野郎、アッシュか？悪い仕事だ。スピノザが手紙で地殻静止の計画をバンに漏らしたらしい。六人称に邪魔されてスピノザを奪われた。なんだと？大した情報を持たないスピノザを力づくで奪ったのだ。やつら地殻を静止させたら困るのかもしれない。変形さんたちは？このままじゃ先生たちに。安心しろ、二人はシェイダー行きの可能性もある。測定器はあっちで。お前はどうするんだ？俺は地殻振動の意味を探りつつ、引き続きスピノザを探す。お前たちと連絡を取り合うのはここまでだ。ルーク、アッシュは何と言ってきたのです？スピノザが俺たちの計画をバン先生に知らせたらしい。変形さんたちはシェリダンへ逃げたって。しくじりました。私の責任だ。あんたのせいってわけでもないだろ。立ち聞きに気づかなかったのは気を抜いていたからです。アッシュはもう連絡はしないってよ。また一人で動くつもりなんだろう。そう。さあ、六人称に知られたなら長居は無用だ。ナタリアもいいね？ええ、大丈夫ですわ。じゃあ私たちはシェリダンへ行けばいいのね。Thank you.
ちゃ。アリエッタ様が戻っていらしたわよ。うげ、まず。確か、アリエッタ様を探していたのよね。皆さんがいらしたこと、お伝えしておきましたよ。いやー、ママ、なんてことすんの。ママの仇。ちょっと、ネクラッタ、こんなとこで暴れたら。アニス、リオン様を。はい、リオン様は渡さないんだから。リオン様、危ない。あ、パメラ。パメラ、さあ、お友達を引かせなさい。だけど、アリエッタ、パメラを巻き込むのは筋違いでしょう。リオン様、みんな、やめて。ナタリア、パメラさんを。わかりましたわ。イオン様、怪我は。僕なら大丈夫です。ありがとう、パメラ。イオン様を守れたなら本望です。ガル、危ない。ガルディウス家の跡取りを守れたなら本望だわ。思い出した。おかげさまでパメラの火傷はほぼ治癒したようです。間に合ってよかったですわ。僕のためにすみません、パメラ。恐れ多いことですわ。それよりガイさんのお顔の色が優れなかったようですけれど、大丈夫。もう、死にかけたのはママの方なんだよ。ママなら大丈夫だから、ガイさんのところに行ってあげなさい。仲間なんだろ。分かったけど、でも無理しないでよ。ガイなら礼拝堂よ。行きましょう。ああ、パメラさん、お大事に。ありがとうございます。